はい、いつも宇宙で成し遂げたいオンドレアスです。どうもこんにちは。今回は動画であんまり登場したことのないグリクスやっていきたいと思います。そしてこれが今回のデッキとなります。はい、サイコザクとオリジンザクはわかるけど、リックドムとザクのバズーカここじゃあんまり使えなくないですか。デッキですね。なぜこの2機を入れているかというと、アバオアクーと間違えましたね。はい。ということで今回はデッキを間違えても頑張るブムダムオンラインやっていきたいと思います。初動は B に行きましょう。ちなみに最近初動サントリというパティーンも結構あるので、そのパティーンの時の戦い方は左上で繰り広げております。この時右上に一歩サラミス、そんな強かったら1年戦争とっくに終わってんやろ。メガ粒子砲が飛んでくるので壁沿いに行きましょう。そして今の仕様だと非ダメージでブースト削られるので、アイキャンフライする前には必ずブースト全開してぶっ潰れろー。味方ビオに当たろうがお構いなしにぶっ潰れろー。おぉ、しっかり前段叩き込めましたね。はい、あるならやってちょうだい。あ、あれ。ガバガバすぎるよ。しかし完全に密室なので帰るのも無理だし、とっととやられに行きましょう。少しでもフェイトが無効がいいしね。B 殴った代償に3完全制圧されてますね。どうせ B も Y も割れるから初動さんとりわかるんですが、その後割れずに負けることもあるので、優秀な代理さんがいるときか歩兵差があるときは初動さんとりが勝つようなイメージがありますね。知らんけど。弾数多すぎて無駄打ちも安心のマシンガン。いや。壁裏じゃ囲い込め囲い込めー。ビームライフルにも勝機を見出せる高速まとわり付きマシンガンにせて、いつの間に2対1。しかもなんかシュート系だったなー。うます。はい、久々の登場リックドムスバイクンデッキ、久々すぎてどんな機体か覚えてない方もいると思いますが、わかりやすく言うとザクニスミの高コスト高性能版ですね。バズーカがチャーバズでなくビームバズですが、ダメージ値によるシティ戦闘がなくなったイマーペアス、こちらの方がいいと思いますね。戦艦が来たぞ、ディフェンスディフェンス。どうよ、10ゲットは思えないこの機動力。さらに選ばれしロケシロケシゴー。はい、2分2分行きます。いかにこのチクとバズをごまかして使っていくかにかかっていますね。低骨がしがし押しになしがでー。予選が取れそう。踏んで踏んでー。壁裏にバズをお見舞い。あ、誰もいねーわ。いい感じ。こっからが本領発揮。いやー。やべー、完全にいいところ見せれてない。そろそろ本気出しますかね。どうやら3トリ攻防戦が激化してるので、加速裏トリサイクロンしてやりましょう。そこのビムはそこの人でよろしく。誰もいねー。ただいま。これは近年稀に見るクソ加速。サンボルガンダムをロックオン。いや、ザクじゃ無理でしょ、とかないから。むしろこのは空間なら大体いけるから。行くぜー。いない。素晴らしいやつよ。でもオリジンザクの速さについてこれるかな。あ、空間デュエルスタンバイ。上にはいけるけど効果できないんで、ちょっとやりづらいな。はい、ヒゲロック外し急上昇です。完全に見失ったんだろう。おおおら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 、当たり前やけど硬いな。希望まあ整骨やし、これでオッケーオッケー。はい、ネズミの時間ですねー。このブリックスは多彩なネズミルート、A から Z があるんですが、気の利いたやつが一人いると防がれるので、まあとりあえずルート A 行きましょう。いける、いけちゃう、どうかな、行きます。はい、ダメでした。はい、ルート A 終了。まあ正直射程ギリギリで牽制してくれる方がわざと気づかないふりして誘い込まれるより助かる。あ、ちなみに今行こうとしてるルート B はあんまり良くないですね。これと同じような場所でもう少し取りやすいルート B2 があるんですけど、この時ちょっと焦ってたので行ってないです。なるべく前のサイコザクと合わせて行きたいですね。待って待って、敵拠点割れてるんだが、確実にさせたのに、ていうかもうアイキャンフライしてしまっているんだが、初期ジムーンバレたやろ。裏取りラッシュじゃーい。うら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 、絶対化されても反動を抑えればいけるんじゃーい。いや、そしてミスったなー。初期ジム気づいてなかったんじゃないだろうか。させたかもなー。判断ミスやなー。位置取りで気づいてないとは思わなんだ。まあ、やっちゃったものはしょうがないので、この虚しさは敵にぶつけていきましょう。高速戦闘じゃー。足回り快適で弾数鬼の鬼ガスから逃れる術はない。鉄橋習慣が出てきたので、なんとか早めに潰したいとこ。なんだこの統率取れたジオたちは、まさか。ですよねー。ナイスナイス、反撃のあれを与えない無慈悲なジオストリームアタック。そして非力すぎて強威度ゼロなのに、サラミスに狙い撃ちにされるオリザク先輩。はい、そろそろバズーカ兄弟もいいとこ見せちゃうぞ。真正面から行っても戦果が出ないのは見えてるので、横から突っついちゃおう。ザクーがいい。2分の今でもそこそこ戦えるのに、実装当初どんだけ強かったんや。スティームインツドランクぶち込んだ。ガードやー。はい、仕事終わったんで帰りますねー。バレるまで繰り返しますねー。獲物が来た来た。そうだ。そうだ。
むずず。機体ほんと硬くなったよねー。ああ引っかかり。ああ8、9割削ったのに、悲しみ。あ、バレたバレた逃げろー。はい何度でも繰り返します。おおめっちゃ集まってるやんけー。残念だけどポイントになってもらうよ。あ、あれ、一気も落ちないだと。むがあ、なんか硬派武器が軽くなるような攻防でしたね。もっと倒せた気がする。やっぱリックドムじゃないとダメかー。ちなみにこのリックドム最難ですが最高の最高速度。最高の最高速度ってなんや。は宇宙特性合わせて1347という。大サリスとあんまり変わらない驚異的スピード。ダメ押しにスプリーム。精鋭直撃。最近銃撃の紹介するときに最高速度サイサリスとあんま変わらないっていうのが定番みたいになってきてるんだけど悲しいんだけど。そしてどさくさに紛れてネズミもできちゃうこの足回りなわけですよ。ブハハ、3点砂なんかじゃ止まらないんだよな。割と拮抗してるから少しでも削る。聞いた、3点砂を当てれるまで殴るの。いいえ、何これ、サラミス、え、後ろも撃てたっけ、え、マジ、だからサラミスそんな強かったらモビルスーツ普及してねえからようやめてくれよ。回避できるのは別としてウフとか戦艦とかに不可避の攻撃されてやられるのはガンオン3台なえる要素の一つだと思い漫画なでんだな。まあラストは折り額であと2隻いけるか、いけませんでフィニッシュしてやりますよ。あ、あれなんだこれ拮抗してる戦いなのに普通に刺さるぞ。これまっすぐ捨てるだけなんだが、右ストレートでぶっ飛ばすって感じ、もう止まらんぜ。うら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 この局面でこれは痛いぞー。コンテナ逆転の望みを断ち切るペチペチマシンガン。ひでぶー。結構殴れましたね。あ、ちなみにバズ装備してない理由は忘れてきただけです。南が大変なことになっているんだが、やべえやべえ、急げ急げ。これは逆転の可能性。コンテナがどうのとか言ってる場合ではなかった。ビワジンだかビワダンだかなんだか知らんがそんな感じの転換をやらせるな。あ、全然当たらないんだが、マンジー、おおゲージやべえやべえ。はい、完全にオンドレアスが削った分の勝ちですね。最近ジオで戦艦どつくのが流行ってるみたいですね。ぶっちゃけ何するにも戦艦邪魔なんで正直助かりますね。対戦艦なら最高より殴れると思いますしね。それではご視聴ありがとうございました。おまけ、ジム属縛り局地戦ハイライト。このままでは追撃が間に合わない。突貫します。待て、ID、ID。このままでは追撃が間に合わない。突貫します。待て、ID、ID。